はい、こちらは豊受細沢小麦畑ですこの担当者は浅川君です浅川君、もういっぱいほう出たけどどうあと何時ぐらい、はい、あと二週間から一ヶ月ぐらい、ね、かかる収穫ほうはね、出てますねもうこの五反のところにあとあれがあるからまあ合計十0反ぐらいあるね、ここにねそうですね、はい、豊受小麦はおメがグリアジンも含まないから素晴らしい小麦だと思います えー、このようにしてですね、えー、穀類をいっぱい作っておりますで、また穀類の王様と言っていいけどもさあ小林君君は思っているのははいえっ、ー、と大豆です、えー、大豆は、えー、今は準備段階として種の選別とかえっ、ー、とあとは加工品で、えー、醤油味噌あといろんな加工品にしていただいております日本のソウルフード大豆大事ですよねこれ借り取ったら浅川君次大豆やるんだよねはい 七月に大豆をまきます。よし頑張ってくださいね。はい。富山、はいえー、さん持ってる穂粒は何でしょう。あ、えー、これが大麦になります。あ、あ、大麦ね。はい。ああ、これはこれは素晴らしい大麦もねビタミン B がいっぱいあるもんね。はい。君は作ってねまたこうやって自然農でやってきて頑張りますよね。はい。頑張ります。米の裏でも麦ができるそうですよ。ええー。<今>ぜひやってますよね。はい。そうですね。あの田んぼも大麦。 を今しっかり作ってもうじき収穫になります。素晴らしいではこの隣にいるまた穀類のお米担当の川原君。はいあこんにちはお米担当の、えー、川原ですえー、っと今自分が持っているのは、うん、右側がとうけまいの種もみで、うん、左側がこれは黒米ですね細長い種うわ。わあでかいねすこ,れこれやっぱりほら<っ>紫色っていうかね。そうですねアントシアニンが入ってるからこういう色になるんだね、はい、うん素晴らしい。え、はい、今年もえー、っと たくさんお米を作る作りたいと思ってて、今トウキョウマと黒米マイを播種して苗を作っているところです。じゃあ6月ぐらいからもう植え始めだね。そうですね。はい、頑張りましょう。これから頑張ります。はい、国塁大事。お、野菜がなんか大きな持ってるじゃん、国塁くん。はい、これはえっと藤はせキャベツになります。わあ、美味しそう。私これね、この間不快して食べたけども美味しかった春キャベツのうまいことありがとうございます。これやっぱ何ヶ月かかるの米なのに。これはえっと10月頃に植えて、今収穫時期を迎えてるんで。 長ね、もう六ヶ月七ヶ月間ねご苦労様でした。まあお山さん似合わないね、すごい可愛いの持ってる。はい、これお久しに可愛く咲いてくれてカレンジラですね。カレンですね。はい、本当に。これは化粧品使うハーブですね。はい、ローハーブとか化粧品でもあの入れさせていただいてます。またね、またこれをねお茶のせ飲んでもねカロテンがあるからビタミン A の前駆になるし素晴らしいものですよね。この色が素晴らしい。本当ですね、綺麗ですね。 では今日は何を言おうかと思いましてね、えー、実はですね、えー、このようにですね私たちは穀類を大事にしてですね危機が起こった時にも穀類は1粒で100粒もできますからね大事ですねもちろん野菜も植えてますよ、えー、さて今ね離農者が多いということをお聞きしましてねなかなかねこの,、まあ、この農業従事者が高齢化したってこともありますそれでお金安いってこともあるでしょう。 まあ今の観光農業っていうね現代農業にやっぱりこのやり方ではやっぱ難しいんじゃないかというのを私は思っているわけですね。 まず立ち行かなくなった現代農業観光農業がどういうものかっていうのをここであの話したいと思います一番に化学肥料や除草剤や農薬こういうものをですね世界を牛耳るイヌノミティの会社からいっぱい買っているんじゃないでしょうかねでこの化学品を買って畑に植えるこの観光農業をやってしまっているがゆえにですね土壌菌や土や水や空気 それではそこに働く人々、またはそこにいる虫とか鳥たちを痛めつけてるっていう残念なことになっています。2番として種は有性不燃の F1 とかですね放射線を照射された品種だとかあるいは人間の欲が張り込んだ不自然な種を使って現在農業の今の観光農業をやってる方々が多いと思いますね。その 会社の株を持ってるのがイルミナティの方々ですからそこにまたお金がいっぱいドーンと入るような農業になってますねねねそれ3番目でですす、ねえー、高額なです、ねえー、こうね。 売り値になると言ってですね季節外れのものを作ろうとするからですねビリルハウスを温めるための燃料ガソリンとかですねまた高温給を使うための燃料が高騰してしまった場合ですね作っても採算が合わないじゃないですかですから燃料や化学肥料なしには農家ができないように仕向けられたというね現代農業悲しいことだと思います 故に、えー、戦争で化学肥料が手に入らないとか、燃料が高騰してしまうと、やっぱり農家が立ち行かなくなってしまうわけです、すすぐ時期に影響を受けちゃうわけですね。畜産業、4番に畜産業においてですね、えー、飼料を、まあ、牛が食べる餌ですけども、それを輸入に頼ったがためにですね、飼料の、 まあ価格は高騰した暁において立ち行かなくなってしまうということもありましたで、5番として物だけでなくですね農業従事者も日本の風土を理解できない季節を理解できない海外移民に頼ってしまったこともこれも弱い農業になったことの一つだと思いますこれではですね日本の農業の衰退することはもう間違いないと思いますねえー、そして日本の農業従事者たちのために 国は2兆円とか4兆円とか言われている財政負担を農税者に強いていると山下和人氏がそのようにおっしゃっていましたこのお金が農業従事者の人々に渡っているのかな非常に怪しいところでありますけども実際私たち豊池自然農は1円も国からいただいてないからですね海外そして、えー、政府に頼らずとも 自分たちで自立型の自然農をやっていくことそれに戻るしかないと思いますこれは昔先人、えー、の知恵を使えばいいわけですけども昔の農業はそれでしたねではどうすれば依存しない自立型の農業になるかをお伝えしたいと思います。自然農の農の家がやっていいることを今から言いますね。1土壌作りもみがらぬか。植物残 落ち葉などを集めてですね温古菌という600種類の土壌菌が入っているもので発酵させて土に戻す還元型このような堆肥を使うわけです。2種は基本自家採取ですそれでも足らないものはですね、えー、有機の在来種固定種の種屋さんから買い求めてそこを植えて育ったものを次の年から自分たちの種にして使ってまた循環型で使っていきます。3番ビニールハウスを やってますけどねそれはガソリンなどやってですね燃料で温室化しないということです自然の温室でやっています故に季節外れのものは作らないんですその土地にならないものは作らないんです4番高温機の燃料をガソリンではなく天ぷら油の使い残しバイオマスでやろうかと思ってこれから挑戦しているところであります成功したら皆様またお伝えしますね5番 そしてそこにいる人たちの働く人たちの人づくりこれ大事ですよね農業従事者がですね一人一人で育っていかなきゃいけませんどのように育つかっていうこと人づくり米野菜を作るより先にですね毎週火曜日に農業部加工部40名全員でミーティングをしますここでは何が問題だったか 新しいアイデアはあるかそれぞれお客様の声などを反映していきます話し合いをする道具となっています特に人づくりとして原因を外に求めず内観し自分の中に原因と答えを見つけるっていうことを一人一人やっていきます農業は天候や自然環境に大きく左右される職でありますのでね知恵今日のように雨かい濡れてんじゃんとかねそういうふうに思わないえー、雪じゃんとか 今日も照りかやってらんねえなあとそんな考えをしない自然が織りなすいかなる環境にも感謝し業務を行うまたそこで働く人々の心の繁栄として作物たちの育ちが違うということを学びます作物も生き物であるがゆえに感情がありますゆえに愛でて愛していけば慈しんでいけば必ず大事にすれば答えてくださります6番販路を見つけます豊自然農は、 豊モールという全国展開をして150種類ぐらいの作品を皆さんにお届けしております。まあ、うるさけなかったら作っても無駄になりますからね、えー、こうしてですね国に頼らず自分たちですべてを賄うようにする全てを賄う自分たちでやるということですね7番として食の素を作るんですから食の素、食べ物は人の命となって体となるわけですから。 安心であることはさることながら栄養があることが大事なわけですねまた美味しいことが大事ですねそれは人類に貢献する利他な気持ちがなければこれを安心安全な栄養があるものを作ろうと思う気持ちにならないと思いますそういう利他の精神を育てることが大事ですそして天候や災害不作になったとしても腐らずにできるだけ別荘を尽くそうとすることが大事です。備蓄をすすすることもすごく大事です今年米がね川原君 1、ね、0 0ンぐらいやる予定ですけどもね、はいはい、そうすると3 0ンぐらいできますよね全体でうちが、まあ、1 5ン売ったとしても1 5ンは残る、はい、でももう1年もしかして何もできなかった場合富士山爆発したりとかねそうなった時に備蓄がなかったらやってきませんからそういう時に主要穀類大豆麦米 こういう小麦こういういものはとっても大事になりますから私は備蓄をしてるわけだよねだから頑張らなきいゃいけんよ、はいはい、しんどいけどね、はい、暑い中かかんで冷えを取ってのはうちの農業のやり方でね大変ね、えー、村の人からも大変だなと言われてますけども農薬幕開けにいけないからねこうやって腰をかがめて一本一本冷え取ってんだよね。はい、はあこの雨の中雨にも負けず富山君、はい、風にも負けずね雪の 寒さにも負けない,にも負けない風にも負けないこのような強い自然のこの者たちは根っこをパッと張ってくれてますからそんじょそこらの風や雪やなんかには負けませんこれらは越冬しました霜も越冬してここまで来ました小麦がこのようにタワーに実ってくれましたありがとう豊池小麦みんなの腹も某間にならなくてみんなこのパンを ねこの麺を食べたいと思っているよみんな待っててねあの一ヶ月でね浅川君ここが出来上がって枯れていってで今晩にね借りております皆様今日も聞いていただきありがとうございました豊穣自然の細沢小麦補助からお送りしましたそれでは皆様さようなら。